皆さんこんにちはレクセン,ン講師の運野ですそれでは本日は司法書士試験の本試験の変更日程の発表を受けまして急遽この緊急動画公開ということになりましたタイトルは仕切り直し2020年本試験 9月27日までの具体的学習計画を伝授しますというタイトルでですね私の方から、まあ、一方的にではありますけれども皆さんに9月27日の司法書士試験まで一体どのように勉強していけばいいのかというアドバイスをさせていただきたいと思います、えー、それでは発表を受けまして少し皆さん落ち着いたでしょうか今の土日を挟んでこの7月6日からこの動画をアップしております でちょうどですね7月5日に、まあ、本来の本試験の日、まあ、レックとしても自宅で、えーまあ、実力診断テスト、えー、というイベントをやらせていただいて、まあ、それ多くの方が受けてくださったんじゃないかと思います。そしてその次の日今日7月6日からこの動画公開ということになるんですが、えーまあ、週末のところではそういったですねこうイベントの、まあ、実施ですとかまたはの延長期間にやり,やり残していたこと最後の締めくくりなどをやっていた方も多かったと思います。 えー、動画を撮った際にですね あの9月27日に動画を撮った際に、まあ、本試験の直前期を7月6日スタートと考えて7、えーまあ、月6日から仕切り直して直前期モードに、ね、入っていくのがいいんじゃないかというようなことをでにお話ししたりツイートしたりしてるんですけれども、えー、ちょうどその7月6日いよいよ本当の意味での直前期がスタートしたというふうに考えてここから12週間どう皆さんが乗り切っていけばいいのかというのを具体的にお話ししていこうと思います。さあそれではではすねまず総論の といたしましまてですねちょっとプレゼンターを用意したんですけれども「仕切り直し時期別学習ポイント総論」としましてまずですね今この7月の頭ここ現在だと思っていただいてそして、えー、大きく、まあ、8月頭までの約1か月間そして8月の末までの期間そして9月の27日までの期間というふうに、まあ、ざっくりと3つに分けております。 で7月から8月頭までは、えー、アウトプット中心にしながらもインプットをしても良いというですねインプット最後のインプットをしてももちろん、えー、おすすめな時期ということになります。 ところが8月頭から8月いっぱいまでのところはインプットはもちろん引き続いてやっていただいていいんですけれどもそれよりもこう常に覚えてられるようにメンテナンスをしていくというね知識を維持するということにちょっと重点を置いていかなければいけないとそして8月末から本試験の約1か月前ほどになりましたら基本的には新しくインプットすることというのは極力控えてもう一度頭に入れたことを常に覚えていられるように知識を維持していくということをメインにしてほしいということになっています。 ていくわけなんです。 でそれに対して記述についてはですね、えー、まあ、学習のポイントとしては、初見の問題を数多くこなすというのを一貫してやってほしい。これはコンスタントにやってほしいんです。この後、各論でお話をしますけれども、えー、初見の問題を数多くこなしつつ、過去に解いた問題を繰り返し解く、ね、えー、繰り返し雛形を確認するという、この2本立てで乗り切っていくというのが大きな学習のポイントということになってきます。さあそれではそれを踏まえて具体的にはどうすればいいのかというのをお話ししていこうと思います。 まず、えー、格論なんですけれども卓越対策といたしましては ①8 月初旬をめどに全科目をひと回ししようこれが1つのアドバイスとなります後であとでカレンダーをお見せして具体的にどういうタイプの方がいつまでに一回し終わればいいかというのをお話をしますが大体、えー、いい多くの方にとって8月頭までをめどに全科目を一回しするというのを、えー、目指してほしいと思います。 でアウトトトプット中心がベストですいわゆる何か問題を解きながら、えー、テキストに戻って、えー、インプットも一緒にやっていくと。 いうようなですね過去問をきっかけ過去問というかアウトプットをきっかけにしながらインプットをしていくというようなですねやり方がベストかなと思いますで、いちいちテキストに戻ってもオッケーですですから一回しこれこの期間の一回しはかなり、ね、時間をかけてしまって大丈夫ですで、テキストにがっつり戻れるのは最後だと思って思う存分インプットをしていこうというのがこの時期のおすすめということになります ではそれではですねある程度インプット時間割いてもいいということからじゃあ大型インプット講座例えば初級であれば15か月合格コース全日制本科講座15か月や全日制、まあ、即習講座などこういった大型のインプット講座、まあ、中上級であれば実践力パワーアップ講座や いわゆるうーパーフェクトローラーの講座などを全部聞き直そうというのはあまりお勧めしません。というか全くお勧めしません。どうしてかというとですね、その聞き直すっていう作業によって確かにインプットは強化できるんだと思うんですが、膨大な時間がかかってってしまうわけなんですね。で、えー、自分が実はあの理解できて習得できているところも再度聞き直すことになってしまいます。えそれには非常に時間もロスですし、えー、とにかく時間との戦いの直前期には不向きということになります。でもどう。 どうしてもやっぱり講師の講義を聞いてインプットを強化したいんだという方がいらっしゃるとしたらピンポイントで例えば寝て糸が弱いから寝て糸の部分だけ切り取って講義を聞こうとか仮登記の部分だけ聞こうとかねそういうそのおいわゆるうピンンポイントで聞き直すすとといいいうのははこれは問題ないと思いますじゃあピンポイントというよりかは全体をざっと見,、ま、見渡していくで主要論点をこうなんていうでしょう拾い上げるようなインプット 講義を使って講義を聞き直す形で全論点を網羅するような、ね、俯瞰するようなそういう使い方で講義を聞き直したいんだけどという方が、えー、一定数やっぱりいらっしゃるんですね。でだけども大型インプットをくり繰り返すのはダメって言われちゃった。だけどもピンポイントで聞きたいんじゃない自分は全論点を網羅するような俯瞰するようなそういう講義をですね、えーまあ、あの聞いていきたいんだというような要望が毎年寄せられるんですよ。で今回ですねあの 皆さんに絶対こうそのお勧めして取れと言ってるわけではないんですけれども実はちょっとこの延長期間を受けましてですねそういう要望がいつもよりも多くなってくるということが予想されましたので、えー、私が毎年実施しております、えー、実践力パワーアップ講座の抜粋講座、えー、いわゆる 実践力パワーアップ講座のテキストを抜粋しまして本当超重要論点だけ抜粋しましてその重要論点をまさに短期間でざっと見渡すという講座を作りましたそれがマスト論点選抜集中マスター講座と呼ばれる講座なんですけれどもこれパンフレット近々各レックの本校等に設置されますそしてあのネット上ではもう詳細が出てますからインターネット上でご覧になっていただくといいんですがいわゆるえー どういう方に向いてるかというとまあ,あこれこんな方におすすめというかおかりになるか。 いや他校初級講講座受講生一通りインプットを終えたが膨大な情報をうまく消化できないような方また実践力パワーアップを受講した方はいわゆる短期間で実践力の総ざらいをしていきたいで同じテキストですから総ざらいをするにはテキスト、えー、同じものですからね非常に効率よく総ざらいできるとでその他インプット講座トーレン模試受講生など全ての受講生アウトプットをメインにしつつも直前期に主要科目を総まとめしたいというような要望でいつも以上にこういった要望が出ることが予想されましたので 実践力の講義を本当にこう何ですか実践力の講義の重要箇所だけをぎゅっと凝縮して実践力のテキストを使ってもまあ 全科目全部網羅するとは言いません主要科目だけということになるんですけれども短期間で全14回という回数なんですね、えーまあ、見渡せる講座というものを作りましたですので、まあ、どうしてもそう講座を聞いてインプットを強化したいという需要がお,お,お持ちであればね一、まあ、つご検討頂い,いてもいいのかなと思いますが絶対全員皆さんに取れと言っているわけじゃないですよそういうことを言うのは私も嫌ですので、えー、あのこれは一つの、まあ、選択肢の一つだとお考えください。 さあそして丸さ八月末以降にインプット中心の勉強をするということは絶対にやめてください。経験則上危険。それは私の講師としての二十二年の経験則上、それをやっていわゆる直前一ヶ月のところでインプット中心の勉強をしている方で合格した人というのはあまり見たことありません。というかほとんどありません。ですからインプットをやるとしてもですね、そのアウトプットしながらインプットする。でまあ最初八月頭まではインプットに割とウェイトを置いていってもいいけれども、八 7月末にかけて徐々に徐々にアウトプットしながらインプットしてはいるんだけれどもその上と、えー、アウトプットの方に比重をどんどん、えー、ああの比重をかけていくインプットの比重は下げていくというようなことが必要になってきます。 さあ、そして丸4。じゃあ、そのアウトプットしながらインプットをするとして回す題材としては一体何がねおすすめなのかということなんです。で、これはあの毎年今皆さんにご提供している。まあ、直前択一過去問絞り込み講座、ね、これもすでに全て収録済みで、えー、まあ今でも販売しております。で、こちらはあの全あの科目に関して、約10年分に相当する問題を。私が過去問の中から良問をピックアップして論点。も 漏れのないようにですね、えー、あのピックアップして編集し直した過去問を編集し直した問題集、えー、となっています。それのまあ講座こちらを利用していただくもよし、または。えー 今年が初受験のような方でそもそも10年分の過去問に絞り込んだとはいえですね10年分というのは相当な分量になりますからもうちょっと負担を減らしてもっとミニマムな分量を、えー、回したいという要望というのがやはりあるというふうに考えましたので今回ですねこの延長期間を受けまして直近5年分の過去問、えー、制覇講座というのをです、ね、こう皆さんにご提供しております。要するに5年分のの過去問をこの 収録した合格ゾーンというのを、えー、実は発売レックうしましたのでその五年分の過去問の合格ゾーンを使って私が全足解説をしてます全足解説ですから全問の解説のみならずすべての足について解説をした、えー、講座が全十0回、えー、いわゆる午前 35問で1回で午後35問で1回で5年分なのでかける、えー、まあ2回ずつということで10回の講座となっていますでこの5年分に絞り込んでもいいと思いますですから、えー、問題数を絞り込むことに罪悪感を持つ必要ないんですやる多ければ多いほど受かりやすいなんていうのは嘘ですで、えー、直近5年分の過去問に絞ってそれを、えー まあ10年分よりもさらに半分にしたからこそ人よりも倍多く回してで実際働きながらで1回で受かった人過去に私の受講生でおります銀行の融資課の課長さんだったんですけどそのお仕事を完全に6月までしながらですよその自分は絞り込み口座を取りたいだけど絞り込み口座の問題はちょっと消化不良になってしまうなので自分は5年分を回したいんだけどどうでしょうか でそういう聞き方をされてこられたんです直前期にでもう決めてらっしゃるんですよねって私は逆に返したらそうですとじゃあもうそう決めてらっしゃるんだったらもうやってみて、えー、あのー いいいいいただいていいんじゃないですかともう本人が決めている以上私がどうこう言うことではないなと思いましたのでその時実はちょっと少ないかなと思ったんですよ思ったんですけどでも本人がもう決めてることを私がどうこう言ってもこの直前期に自分がこうやりたいこうやった方がいいんじゃないかと思ったことは大体た正しいんですよっぽどお方違いなことでない限り自分のことはやっぱ自分しか分かりませんから、えー、こうやってみようこうやってみた方がいいんじゃないかと思ったことはどんどん取り入れていただいていいと思うんですねで実際そのの方5年分分過去問を、えー、多分ね。 5回以上回したと思うんですよ10年分だったら5回だと全回せなかったと思いますでも5年分にしたからこそ一人多く回して本当に受かって行かれましたよで体験談ももちろん書いていただいて自分は直前期に5年分の過去問をもうやり込んだとね、もう,うふうにおっしゃってましたのでそういう実績がありますですから問題数を絞り込むことに対する、えー、いわゆる罪悪感というものを持つ必要はないですがもちろん5年分にした場合には論点落ちが起きます論点落ちというのは例えば直近5年出てないものが落ちちゃう抜けちゃうということです 特にマイナー科目であれば10年スパン15年スパンで出てくるという論点も少なくありませんから当然そういったものは落ちてしまうのはこれはもう避けられません。じゃあそれ落ちちゃったらダメじゃじって思いますよね。いいんですよそれはかあの公開模試のところで絶対出してます。 えー、全国公開も含めた5回の公開模試、まあ、もちろんそこに他者も受ければそこでも受け皿になるでそこの公開模試で結局論点落ちした部分についてはいや勉強せざるを得ないわけですからそこで、えー、公開模試だったら別にあの間違えたってね本試験じゃありませんから点数つながらなかったとしても復習の時にそこを、えー、ちゃんと攻略していけばいいだから回す、えー、題材としては最低5年というのを一つ皆さんに今年、えー、提案していきたい。で中にははね、ま、あのちょっとこれはもう正直 えー、皆さんの判断になるんですが。 絞り込み口座を取ったんだけれどもこのコロナの延期の報道を受けてやる気がなくなって絞り込み口座を、ね、うまく活用できずに放置しちゃってると。で、えー、ちょっと計画通り絞り込み口座の過去問ができなくなったので5年分過去問制覇口座に乗り換えてこっちにか、えー、けますなんて言ってる方いらっしゃってわそれ二度,度皆さんに受講させてしまったことになるなっていう意味でちょっとそれは私としても正直じくじた思いだったんですけどその両方取れと言ってるわけ全くございません。もうそどっちか取ると といってるわけでもない。だから要するにあの最低五年であればいいということをね皆さんにお伝えしたいなと思います。でもちろん講座取る必要ないんですよ。だ五年分の合格ゾーン買ってきてそれを自分でやればいいじゃないですか。ですから、えー、問題をどんどんね減らすという方向は悪いことではないということをお伝えしたいと思います。さあそれでは二ページ目に入りまして、えー、過去問などの題材を三回繰り返すこれがあの、えー、一つの目安になってきます。 三回繰り返したら、方向転換のチャンスがやってくると思ってください。つまり、題材を変えるかどうかのチャンスが、ここで初めて巡ってくるということなんです。いわゆる、今まで三回、えー、過去問をやったけれども、または絞り込みの問題集をやったけれども。三、えー、回やると、物事、三回やるとですね、定着します。えー、完全に定着する人とは、あのー。 抜け漏れがあるという方はいらっしゃるかと思いますがまあ三回やればそれも短期間にねある程度こう定着することは間違いないと思いますでもうこれこの題材から離れて大丈夫だというふうにその時点で思えたかどうか三回回したところでもうねこの今までやってた題材から離れても、えー、大丈夫だというふうに感じられたのであればここで題材を変えましょう 何の題材に変えるかというと、えー、実はそうですね今までやってきたファイナルトーレンそして全国公開そしてもうすでに。えー あの受講済みのスーパーパこういったファイナル討論や公開模試などで過去に解いたもの今年向けのものですよ今年向けのもの今年の4月からのファイナル討論や今年の5月予定通りに実施した際の全国公開やそして延期変更の後で実施したスーパー公開模試など解いたものを題材として入れ替えていくと。 で今までの題材をやめてその入れ替えたものをじゃあまたもう一回二回とやっていくというようなことがおすすめなわけなんです。で間違ってもね3回やらずに題材を変えないでください。3回やらずに題材を変えるということは全くおすすめできません。そそしてててのの回やりきっっかからのえ変える勇気が持てなかった場合 いやもっとやりたいまだ完璧とは言い難いというふうに感じたのであればそれはですね、えー、変えるなというサインですですすから題材を変えるかそれとも変えずに4回5回と今までの題材を繰り返し続けるかそれは3回やりっったところのの自分の主観でもてて決めてくださいでそれが決められない人は正直今年無理です。 <laughs> 無理ですというのは非常に厳しいこと言いますが、その私は三回やったけどこれは題材変えていいんだろうか、それとももう一回い四回五回とやるべきなんだろうか、先生どっちらと思いますって聞いてくる人いるんですよ。でそれね聞いてるということは分かってない気づいてない、三回やったのにそれ気づけないというのは、えー、正直、うん、その年は難しいなというのが本心言いませんよそんなことを講師としてそのあなた今年無理だねなんてそんなことを口が裂けても言いませんが、でも心の中でああ気づいてないかそれはちょっと困ったなっていうのが。 本心なんですつまりねやっぱり真摯に目に向かって面と向かって,向,かって向き合って3回やったのであれば自分が本当にこの題材からもう離れていいのかそれとも、えー、離れるべきでなく4回5回とさらにやるべきなのかって気づくはずなんですっていうか分かるはずなんです。でそういった判断を3回目やりきったところでしてみてください。ああもういい、ね、ああもういいと思ったらもう,もう本当にもうスパッと題材を変えて、えー まあ今までは1回しかやってなかったファイナルトレーレや公開模試の問題に題材を入れ替えていくそういったことをやるかやらないかの判断する初めてのポイントが3回やりきったところです。人によってはそれが4回やりきったところで問題を変える5回やりきったところで変えるというような選択ももちろんありだということです。ででは続いてですね 今度は、えーえー、月ののお盆期間実施のスーパーパ1回目の成績は、えー、正直、えー、気にしないいでください、えー、スーパーパ公八月のあと,です、ね、あとでちょっとご紹介しますが8月の16の、えー、木金土日。 で2回目が8月30日これ日曜日だと8月30日その前木金土日で3回目が9月13日の日曜日、まあ、その前の木金土日の中から選んでいただくという形になるんですがちょうど1回目がお盆期間中8月16日の前後にまたがる木曜金曜土曜日曜でスーパー1回目が実施されるんですがここであまり芳しい判定が取れなかったとしても全く気にしないでださい。 いいですかえー、その年の合格と最も相関関係があるのはスーパーパのの第,3回,第3回目とと合格との相関関係なんですつまり、えー、本試験当日に最高の自分で試験を受けるというのが合格のために絶対に必要なことだとすると3回目で最高を迎えていきたいんですね。 でむしろ1回目の段階で S 判定とかでもぶっちぎりの成績を取ってしまってもあと、えー、落ちる一方という方が中にいらっしゃるんですですから、えー、スーパー1回目で、えー、いい点を取ったらあ安心せずに逆にうわもしかしたら自分ピーク来ちゃってるんじゃないかということを逆に疑ってほしいスーパーの1回目のところですごくいい点を取ったそれは嬉しいと思いますよ嬉しいと思うんですけどもう一人の自分が自分を何ていうか 勇めるというかいやいやそんなに喜んでる場合じゃないよ宇海野先生が言ってたピークが来ちゃってるっていうそういう事態になってないかどうかっていうのをもう一人の自分がちょっと喜ぶ自分をそのたしなめるというか少しいさめるというか、えー、ブレーキをかけさせるというかでもちろんピークが来てしまっているならいるでいくらでも 対処法はありますもしねスーパー公開模試でぶっちぎりのいい成績取ってで自分で胸に手を当ててみてうわもしかして自分もうピークなんじゃないかこのままあと本試験までの、まあ、5週間ほど持たないんじゃないかっていうような5週間じゃない,いや6週間か持たないんじゃないかというような不安不安を抱えたのであればどうぞですね、えー、講師に相談していただければと思います。えー、相談していただければ私はその 前もってピーク来ちゃった人をどうやって本試験もう一度ピーク合わせるかっていう具体的なやり方知ってますから本当ピーク来ちゃってあのと落ちる一方になっちゃうそういう方をどうやって再ピークを持ってきて本試験の当日にそれを合わせるかっていうとっておきの秘密 <laughs> 秘密というか方法論を教えてさせてあげますからぜひ個人的にそういう方は声をかけていただきたい。逆にスーパーパの1回目 ABCDE 判定から その年1回でで受かっったた方たくさんんいらっしゃるんですよ1回と言わずその年2回目3回目でもいいとにかくどん底の点数でもいいです大丈夫ですもう上がりますからなのでねスーパー1回目のところでシュンとせずに、えー、自分の本当の勝負の日は本試験当日9月27日なんだということで過度にですねこの不安視しないようにしてほしいなと思います。 それからですね次に丸七なんですが絶対に間違えた問題のみまたは苦手な問題苦手な科目のみの勉強に偏らないことこの直前期間違えた問題を完璧にできるようにするまたは苦手な科目を得意にするための勉強をする期間ではありませんそれは延長期間にやってほしかった えー、言いましたよね。本当にどうなる今年の本試験で、せっかく延長期間がね、あの、与えられたんだから、苦手を潰し、ね、あの、やってない手薄の部分を潰そうって、ちょうどね、そういうプレゼントの期間だという話をしたと思います。でも、それは終わりました。延長期間は。もうここからは、とにかく全科目を同じ程度、同じ回数、まんべんなくやるというのが、ここでの問題の、えー、問題の、というか、やり、勉強のやり方のポイントです。 で間違えた問題苦手な科目だけをやると確かにその部分は伸びますよところが残念ながら大丈夫だと思ってた論点が抜けるんですで、えー、悲しいことに大丈夫だと思ってた意識が残るんですよところが完全な肝心な知識が抜けちゃうんです。で本試験当とか言って解いて「えええっ?え」って心理療法で解けない自分が何ていうかねもう、えー、信じられない。で 意思表示の九十三条、九十四条、九十五条、九十六条なんてね、誰もあんまり苦手な箇所ではないんですよ。ところが、その直前期にですね、大丈夫だと思ってたもんだから、全くメンテナンスをしないで。難しい新宅とかね、仮登記とか。 それからなんだ、えー、例えば会社法の組織再編だとか、ね、その難しい苦手だというところばっかりにてこ入れしてたそうすると大丈夫だと思ってた知識が実はどんどん頭からだだ漏れしていることに自分で気が付かずで、えー、当日になってできないという状況に一番自分がうろたえてしまう。だからあれなんですよ第4問目「午前科目4問目」絶対に民法総則の制限行為能力者とか意思表示とかの問題じゃないですか。民法4問目 実は一回目受験生の方が正当率高いんですところがベテランになればなるほど制限行為の力者の問題とかを落としてしまうそれはもう俺何年選手だと思ってんだとベテランだぞと制限行為の力者ねの勉強に時間なんか割いてられっか そう思ってか知らずか、えー、本当に制限行為能力者や意思表示などの勉強を怠ってしまうんです。そうすると第四問目それこそ全体の正答率八十パーセントを超えるような問題でなぜかベテラン勢が六割五割の正答率になってしまう。これ本当データとして挙げたことがあって一発合格じゃない一回目受験生の方が三回目以上受験生よりも第四問目の正答率が高いで。他の問題に比べるとやっぱりベテラン勢の方が正答率高いんですよ。一年目の人の方がやっぱり他の問題だと民法の他の問題だと正答率は やっぱ1回目目受験生の方が低いんんでですすけけど問だ違うよ面白いなと思いましてそういったです、ね、ことのないように間違えた問題苦手な科目のみの勉強というのは絶対にそこに偏らないことやるなって言ってんじゃないんですよやっていいんですやっていいんですけど偏らないそこをご注意ください。さあそれではではすね 今のその後のなんかクエスチョンはこれあの「どうなる今年の本試験」の時に書いておいたものをそのままコピペしただけなので、まあ、読,み読んでない知らない方は読んでいただければと思うんですが「どうなる今年の本試験」の時に提供した内容と同じです。で卓越について一つその皆さんに実際じゃあどうやって問題を回していけばいいのかという案を、ね、一つご紹介していきたいと思いまますで今日7月6日7月6日月月から本試験の9月27日まで12週間あります。 で12週間をまず、えー、3週ないしは4週2週2週2週,2週,2週2 1週1週、ね、全部で12週間で先ほど言った通りスーパー公開もしが8月16309月13にそれぞれ、えー、日程変更後ここで、えー、実施することが決まりました。であのー 初受験の方と2回目以降の方でちょっとアドバイスを分けていきますまず初受験丸 ① と書かれているタイプですねちょうど8月2日先ほど言いました8月の頭をめどにここで4週間かけて一度回しましょう題材はまあ自分で絞り込んだ10年分でもいいしまあ 直前択一過去問絞り込み講座を受講中の方はあの絞り込み講座でもらった、えー、絞り込まれた合格絞り込まれた過去問集でもいいしまたは5年過去問制覇講座を取ってらっしゃる方は5年分の合格ゾーンでもいいしまたは別に講座を取ってないけど5年分の合格ゾーンを買ってきてやってもいい、まあ、とにかく先ほど言ったこれと決めた絞り込んだ問題を4週かけて一回しする。 でこの4週かけて一回しするにあたって実際に1日1科目とかいうのはやめてください。1日複数科目例えば午前午午午午午午午前前前前後後後後ででもいいですよ午前午後午前午後というふうな形で、えー、1日35問ずつあのやっていくとか、えー、それでもいいですしまたは絞り込み講座を取っていらっしゃる方はどうやって、えー、こう1日の問題数を あの確定すればいいかというのは具体的にお話をしていると思います。で絞り込み講座を取っていらっしゃらない方で一日のまあ問題数をどう決めるべきかというのを知りたい方は。 今ですねレックの司法書士のトップページの無料公開講座のところから絞り込み講座の1回目の前半部分が無料公開されてますそれをちょっとご覧になっていただくと実際にある日のノルマをどう決めていくのか、ね、例えば民法何問不当法何問会社法何問刑法何問民訴何問司法書士法何問で今日は一日例えば38問がノルマじゃあ次の日は民法何問不当法何問消灯法何問教託何問民質民法それから、えー 刑法ね、で例えば40問とか、ね、で奇数の日は38問、えー、偶数の日は40問とかでそれを互い違いにやっていって例えば4週間で一回りするとか、まあ、具体的にどういうふうに問題をこなしていけばいいのか具体的なそのノルマの立て方、えー、というものを公開してますので直前択一過去問絞り込み講座1回目前半部分の動画を是非ご覧になっていただくと、えー そのやり方が具体的に説明されていると思いますちょっとここで繰り返しになりますのでお話ししませんので皆さんにお任せいたしますそしてですね2週目は次3週間でもって回していくつまり4週で回したものを次3週で回すということは当然1日のノルマはこれ、えー、多くなりますだけれども この4週の時にテキストまで戻ってじっくりとインプットを並行しながらえやったわけでそれを2回目のこの時期に多少1日のノルマが増えてもこなしきれると思います。で,次今度9月13日までのところでもう3週間かけて回回目回すでそして最後本試験までの2週間で4回回す。先ほど言った3回回した段階でもういいと思ったらここで題材を変えてもいいです、ね。題材を変えてもいい でもこれはあの小学者の方を想定しているので、まあ、3回解いてもう大丈夫っていう人はなかなか少ないかなとそうすると4回とといいいうのが現実的なな数字じゃないかと思います。ただしこれは3回回ればいいんです。えー、少なくとも最低3回なので例えば最初4週で次も4週でやるで次3週でやったらラスト1週間は例えばもう回しきらないで、えー、暗記だけ 詰め込みの暗記いい4431と言ってやって3回回してラスト1周はもうただひたすら暗記に費やすとかいうのであってもいいだからアレンジはどんどんしてみてください、えー、ただ3回やりきる、ね、問題を変えずに入れ替えずにですよあの覗いたり加えたりしないで同じ問題を3回やりきったらもうあとは自分の胸に手を当ててどうするべきかを自分で判断するべきです。初受験 ②、えー 少しインプットがちょっと弱いかなと思っていらっしゃる方。四週じゃきつければ、五週を提案します。五週であれば、一日のノルマはさらに減りますから。よりテキストにインプットしやすくなる。インプットに戻りやすくなる。インプットに戻る時間をより多く取られるっていうパターンです。で、次、えー、三週間。で、二週間、二週間。というのは、一つの案です。もちろん、これもだから5。五四、えー、三でもいいですよ。五四三でもいいし。または五。 55だとちょっと回きついか55だときついね532のここで3回やりきりましたからここで問題入れ替えてもいいし532の11でここでラストスパートで4週5週やってもいい、ねまあ、それは初受験一のタイプの方にも同じこと言えるんですけど、えー、そういう形でですねとにかくあの鉄則共通するのは 問題を加えたり除いたりせずに同じ問題を3回とにかくやり切るそこで自分がどう変わってるかっていうのを楽しみにしてください。 でも私も3回やり切った時にすごい自分が変わったことをあのやっぱり認識しました。それまではやっぱりこう自,自信がなく解いていたものがさすがに3回やり切った後はですね、やっぱり見違えるように変わったというふうに自分で気づきましたよ。でも私は3回で終えられなかった。4回、5回やりましたね。5回までやった記憶があるんですけれども、なのでそこはぜひ皆さんご自分で判断をしてほしい。で2回目以上の方、2回目以降の方は一つの提案として1週は 3, あ3週間で、 で3週間でやって。 で次もう1回3週間でここでスーパー公開模試がありますからこの8月16ここで、まあ、それこそぶっちぎりの点数取っちゃうのは逆に心配だと先ほど言いましたけどもここで一つの力試しとして自分の今あの状況を、えー、客観的に見るタイミングにしてもらうでその後も8月30日がスーパーの2回目なのでそこまで今度やはり2週間でこのスーパーでどれぐらいの点が取れるかを一つの目安にしつつそのスーパーの日程にちょうど合わせていくって感じですねこれ。 3が3回なのでちょうどそこをめがけてて回しいいくというプランですそうすると自分がこう回し切ったところで模試が、えー、受けるということになりますからペーーースメーカとーということにもなっていきますそしてまあここで4回目まで行ったんであればまあ、この3回目のタイミングで判断してもよかったんですけどここでまあファイナル模試の繰り返しなんかに取り入れてもらってもいいのかなとで何度も言いますがこうやんなきゃいけないんじゃないんですよ。 先ほど言った3回やったところでもう早くも4回目をすっ飛ばしてファイナルの模試ファイナル模試の繰り返しに当ててもいいし3回やったところで中2週間はインプットとしてテキスト読み込みの期間を挟んでからの、えー、4回目過も問回してもいい、ね、というふうにでまたこのラスト2週間も別に2週間も使う必要ないんですから1週間1週間で2回やってもいいし。もうそこはですね自分の、えー 感触の赴くままでこの時期の勉強方法はもう人に指示されて、えー、やるものではありません自分に足りないものは自分しか分かりませんからその自分の、えー、今までの、ね、勉強を振り返って自分は何が足りないんだろうということをですね自分でこう気づきながらどんどん修正をしていってほしいと思いますで。どうやって勉強すれば いいのか先生決めてくださいっていう人がいるんですけどもう正直直前期最初の1週ぐらいはねやっぱりこう皆さんにある程度こう方向性をアドバイスしますけど2週目3週目になってきたらまあ、先生は4週って言ったけど3週にしようかなとかもうちょっと伸ばそうかなというのはどん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 調整をしてってほしい変更してっていいんですですからとにかく同じ問題を3回やり切る3回やり切ったところで問題を変えるかどうか自分でえ検討する、えー、そして変えるんだったらばまあ テキスト読み込みに変えてもいいし、その。今までやったファイナル模試や、ファイナルトレイや公開模試の問題に変えてもいい、ね。だけど、三回やり切ってから変えてねと。で、さらに、その三回やり切るときには、絶対全問解いてください。全問。いや、全足解いてください。つまり。一回目の時に、間違ったものだけ二回目解くとか。その、言うのをやめてくださいね。全足の正誤判断は絶対にやること。解説は合ってた。 足それからもう不要だと感じた足解説は読むのはどんどん端折っちゃっていいです1回目は全部解説も読んだけど2回目は間違ってた足だけ解説読む3回目に関してはもう全部解説読まないとかそういうのはあってもいいでも全足全足問,、えー、問題を抜いてしまったり足してしまったりすると3回じゃなくなっちゃうんですよ。 全部の問題を三回やりたいのに、途中からあの二週目から問題足していきました。問題除いていきましたっていうと、ある問題は三回やって、ある問題は二回しかやってないということになってしまう。そうするとね、その二回しかやってないものの論点が、あの定着しなくなっちゃうんです。ですから、絶対にね、その公開模試なんかで、えー、解いた問題をどんどん足していくってことやめてくださいね。その三回、あ、何言ってるかというと、この。 1>, 1週2週3週の間でもここでスーパー1回ここでスーパー2回ってどんどん問題がこう増えていくわけじゃないですか手持ちの問題が。で他者の模試なんかを受ければもっと増えていく。だけどもこの1週の1週2週3週の間はとにかくこれと決めた問題を過剰しない加えたり除いたりしない途中途中解いて増えていくスーパーの問題や他者の模試などはその。 回す題材に加えない。ね、で、もちろんと解いたその日に復習するってことはやってくださいよ。模試とかの解いたその日に復習はしてほしいんだけど、回す題材にいちいち加えない。ね、で、入れ替えるときに初めてそのファイナルや公開模試の問題を、えー、やり返すということで、えー、をしてほしいんです。だからこう三回回しているときにはそのそのつど新しい問題を手に入れてもそれを回す題材の中に加えない加えないねそこも絶対に守ってほしいところです。さあ。 それではこの十二週間ですね、託一のまあ一つの案として今ご紹介をしました。ものすごく伸びますよ託一。もうこの延長されたことによって皆さんの可能性はもう無限に広がっていると思います。本当にこの延長というのが多くのですねまだ発展途上だった受験生にとってはものすごく追い風になっているんですね。 ですのでこの延長期間があったから自分は受かったんだそう言ってその年の今年の合格者と手握り合って、ね、喜んでる自分の姿を想像して想像ででききることは実現できます1月になっちゃうと思います合格発表1月にですねああの延長があったから受かったんだあもう大変だったけど、ね、あのコロナのねせいで本当にいろいろ狂ってしまったけれどもあの延長がなかったらどうなってってことやら。 と合格証書持ちながらね、もう喜んでる自分の姿想像できますよね。私は皆さん方が先生ごあの合格したよと、もう延長の様々だよなんて言ってる姿思い浮かびます。思い浮かぶことは絶対実現できますので、えぜひねあのこれをプラスに変えてほしい大きなチャンスですね。 だって月月にに戻戻れれたんですよ4月に戻れる、ね、タイムスリップなんてできないのにこのこと司法書士のこの試験の変更を受けて本来だったらもうあ実施が終わっている2020年の試験直前期に戻れたわけです過去に戻って4月に戻れちゃったわけですから、ね、あのその12週間しっかり戦っていきましょう。じゃあ記述対策もお話をしていきましょう。記述対策はちょっとページ戻りまして、えー、5ページのところですね。 5ページのところをご覧いただきまして2本立ての学習方法が必要だという話をしたんですよねいわゆるあの新作の問題を解いていくのとすでに解いたことある問題や雛形を確認するのを2本立てでやっていかなきゃいけないどっちに偏ってもダメです新作ばっかり解いてもダメ一度解いたことのある問題を繰り返すだけもダメでとにかくバランスよく 初見新作の問題を不当法消灯法各一週間で二問ずつ。これから十二週間、二問ずつ十二週間。だから、合わせて二十四問ずつの新作、皆さんの手元にありますか。不当法消灯法の新作、解いたことない問題、二十四問以上あるか。 で少なくともスーパーで3回分はまだ残っていると思いますそして他社の模試などいわゆるそういったスーパー3回プラスこの四角で書かれているようなものを題材に24問の問問題が手元にあるかを早速今日調べてくださいで24問以上あった場合には、えーまあ、それを精査して選別してですねであの1から24まで投資番号を振ってほしいんです。の 手手持ちに手元に元ある新作問問題題でやってない問題ねで間違っても答え見ちゃダメですよ今からやるんですからこれからやるんですから答え見ないように注意しつつ投資番号を振ってほしいでそしてあの皆さんの学習計画のカレンダーに、まあ、カレンダー、えー、皆さん手帳とかで付けてると思うのでそのカレンダーにもう水曜と日曜に新作やるとしたら水曜に、えー 投資番号1の問題、えー、日曜日に投資番号2の問題で次の週の水曜日に投資番号3の問題4の問題っていって24問の、えー、連番をつけた、ね、数字を振った割り振った問題をもうカレンダー上で配置させちゃってください。 で9月20日の最終週まで9月20日の最終週まで手持ちの24問の問題をどのタイミングで何問目をやるかっていうのを全部ねもう配置させるんですで。さあ何やろうとかっていうことないように水曜日に1の問題日曜日に2の問題翌週の水曜日に3の問題なんていうふうに。で、えーまあ、水曜日に不登木曜日に消灯っていうふうに平日はあの2問。えー 科目ごとに分けて水曜日にええ木曜日に消灯で日曜日はあの消灯不当1問ずつ2問まとめてやるとかねそういうのでももちろんそれはお任せしますけれども。 えー、とにかく手持ちの問題で24問以上あるかを早速調べてそれに投資番号を振って、えー、自分の勉強カレンダーにどのタイミングで何問目をやるかをも配置させちゃうでその時に注意していただきたいのはタロと花子の事件簿を取ってらっしゃる方はタロ花を最終に持ってきてください。ススーパーーーパパのののの回回目目が終わたありだだかから手持ちのものでその過去問だとか この記述の過去問だとか全国実力判定模試だとかファイナル登廉とかで解いてない問題え記述の過去問それから実力要請実力判定え生鮮登廉ファイナル編これらは先に配置させてほしいんです先に処理するってこと先に解いてしまう。で最後にえ赤松式太郎花の太郎と花子の事件簿を まあ、なるべく8月中旬以降から8月末9月頭以降はこれで締めくくるで、まあ、あとはうん他社の模試なんかもお利用してなんとか24問もし足りなければ、まあ、最低20問最後の週はその最後枠ずれで終わっちゃって本試験っていうのは不安になるので最後の週はやらないっていうのもいう人も多いですから、まあ、最低20問。 もし足りなければこの「他者の模試」っていうのもねやっぱ一つあの候補に入ってくる私はレックの講師ですからこんなこと言うのはどうかと思いますがでも皆さんの合格のためを思ったらこれが真実です私も他者の模試受けましたしで他者の模試で私全国1位取って同情破りしてきたんですが同情破りし,てしたのがいい思い出ですけど私も他者の模試たくさん受けたしいい経験になりましたからレックの問題とはまたちょっと違った着眼点から出してくるので絶対力試しにはうってつけです。でですのののそういったものをねあの なんとか書き集めて24問の問題を作りましょう20問か。でそれからそれで新作解く日を決めたらあとはえそれ以外の日に解いたことある問題を繰り返してほしいんですだから例えば水曜日に不当の新作木曜日に消灯法の新作日曜日に不当消灯の新作1問ずつ というふうに決めたんだったら水と木と日がフィックスしましたからあとは月曜は不当法の一度解いたことある問題を繰り返す日火曜は小刀の一度解いたことある問題を繰り返す日で水木挟んで金曜は、えー、不当の一度解いたことある問題の繰り返しで土曜は小刀法の一度解いたことある問題の繰り返しというふうな形で、えー、不当小刀不当小刀ですね聖書の直前までやればいいと思います起案まで だから一枚目何書いて二枚目何書いてね、えー、消灯法だったら役員の人気計算の図ぐらいは書くけどとにかく清書はしない一日三十分をめどです三十分をめどに記述の一度解いたことある問題またはひな形を、えー、勉強してもいいですひな形をやるというふうな形で、えー、使ってほしいなとそして記述式間違いノートこれも絶対に作っていきましょう記述式間違いノートの作り方 えー、例えば新作問題を解いた時にその答案を提出する前に自分でスマホなんかで写真を撮って撮った写真をプリントアウトできると本当はいいんですけどねプリントアウトしてでそれをベースにそこに自分で赤ペンで、えー、採点をしつつ反省文を書いていてく何で間違えたのかっていうのを反省文とか間違えたきっかけとなった自分の,あの判断ミス。 例えば、えー、こう称号変更に気付かなかったとかですね弁済よりも前に合併していたのを見落としたとか元本確定しているか否かの確認を怠ったとか、えー、そういうですね自分がこの判断ミスをした理由自分がこの間違いを犯した原因というものを赤ペンで書き込んでいくんですよその自分の答案用紙のコピーに。でそうすると自分のまさに反省文込み込みの間違えたもうこれをもう情報のねえー 間違えた情報がそこにばっちりと記録されていくとそうすると傷に塩を塗るような作業で非常につらいんですけどなんで自分が間違えたのかここが理解できてなかったからだこの点気づかなかったからだ例えば「商業東京で」で、えー「あの 取締役の、えー、定,定員は4名以下とするっていうふうに定款が書いてあってそれが聞き取り記録に出てきていたのに5名五人目の取締役を選んでるのに気づ,気づかなかったとかねそういうようなあその判断ミスいわゆる権利義務取締役の中から選ばれた大統領だったのに普通のお、ね、権利義務大統領として処理しちゃったとか、えー、そういうそのなんでこの間違いをもたらしたのかっていう卓一の知識ですよね先例の知識。それを 記述の自分の回答用紙のコピーに赤字で書き込んでいくる。それをストックしていく。で、それを折に触れてみてください。そうすると、もう自分が、えー、要するに失敗した過去のね、わちですよ。同じ鉄を踏まないように戒めとして、もう自分で、えー、折に触れて確認する。で、まあできれば本試験の前日とかパラパラ見た方がいいですよ。そうすると、もう二度とこの間違いをやるもんかっていう思い一層刈り立てられますから、それを本試験の時にやらなきゃいいんですよ。 で枠ずれな論点が怖いと、ねえー、いうようなことを皆さん言いますけどそんな今まで見たこともないような枠ずれなんか出ませんよ絶対にににどっかかかかかででお目にかかっていいるる枠ずれにはまるかはまらないかなんですだから絶対にある程度しっかり勉強している人は本試験で使ってくる枠ずれ一度や二度自分は解いたことあると思いますでもしかしたら同じように失敗してるかもしれないその失失敗敗を同じ失敗しなきゃいいんですよですからそういったためにも間違いノートは有効です。 さらに卓一の完成よりも若干、記述の完成が遅れます。ですので9月27日本試験に記述のレベルを本試験レベルにしていくためには9月頭には、まあ、少なくとも卓一はある程度完成を見たい卓一の完成から約1か月弱、まあ、人によって1か月強によって卓一完成後記述も解けるようになってきます。でですのでそのそ タイミングを考えると9月頭までには卓一である程度合格点取れるような勉強をしてほしいなというふうに思っておりますさあそれではえ記述についてのお話をさせていただきました9月27日に本試験の日程がえ変更になりましてまあ今4月に戻ってしまったというですねえ状態になるそれは悪いことではなく何度も言いますがこれはもう、えー 追い風です追い風なのでこれをね生かすも殺すも皆さん次第本当にこの延長期間のおかげで受かった。 そう言って、えー、もう喜ぶ自分を常に想像しながらですねこのの直前期再度のリスタートもう一回ででできるんですよでも私が受験生だったら「おーよかった今までの直前期うまくねあの処理できてなかったのもう一回もらえてラッキーと」と絶対思ったと思います。ですので、えー、私も皆さんと一緒にまた直前期のサポートをさせていただきますので、えー、一緒に頑張りましょうそしてあの嬉しい報告を皆さんからいただけることを、えー、本当に 待ち望んでいますそしてレックとしましても最大限、えー、サポートをいたします先ほどの、まあ、新講座等ももちろんなんですが、えー、今までの全国公開模試やそれからあ、あのー、出しそびれてしまったファイナルトーレン等に関しては最終提出期限が、えー、10月30日これ最終提出期限を10月30日まで、えー、延長しております。で 受講の配信期限も9月30日ままで延長させてていいただいております教えてチューターも対象者の方は9月20日まで、えー、ということになりますのであのこういったレポとしてのサポートも惜しみませんのでぜひ情報発信我々からの情報発信はですねぜひあのお目を通していただきたいなと思います。 それでは、えー、今日はですね、仕切り直しの2020年本試験ということで、えー、9月27日までの具体的学習計画についてお,お話をいたしました。ぜひですね、えー、今年の合格を勝ち取るために、今日のガイダンスですね、参考にしてみてください。それでは私からの話は以上で終了したいと思います。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。